今回は1000円でメダルゲームをやってみます。どこまで増えるのか、それとも一気に消滅するのか検証したいと思います。じゃあ好きなのやってみよう。まずは得意のキュリスピリッツでメダルを増やす作戦です。あ、必殺技を使えば取りやすくなる。ここで20枚購入。流れを引き寄せたいところです。いい20枚。もうすぐドラゴンの姿。あ、来るよ。急いで急いで急いで。一気に爆返す大チャンスです。じわじわと減る一方です。この辺りでやめた方が良い気がしてきました。出しちゃった。あれ、あと30秒だ。30秒でモンスタークラスがいっちゃう。すごい減っちゃったね。ちょっと増やそう。なんだろうねこれ。このゲームは丸い台の上にコインが来ると決められた枚数がゲットできます。あ、10枚10枚。え、どういうこと。あそこ残ればいいのかな。これって難しい。これね、マリオ。これやばいね。結構減っちゃうね。やばい、1000円がどんどんなくなっていっちゃう。ダーツチャンス。今からダーツチャンスを始めるよ。頑張ってじゃんじゃんメダルをゲットしてね。お、
ルールは簡単、ボタンを押して的にダーツを投げてね。現在持っているダーツの数だけチャレンジできるよ。ボタンを押すんだ。あー、お、あ、やった、20番すごいじゃん。お、よかったじゃん、今。お、お、いっぱい来た、いっぱい来た。あ、こういうこと。で、これが落ちればいいんだ。お、またボーナスゲーム。とりあえずやればいいやつかな。やればいい。落ちた。落ちた。お、すごい落ちた。すごい落ちた。お、いっぱい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 。すごいいっぱいいっぱい。すごい。いや、でも確実に減ってるかな。お、すごいすごいすごい。いっぱいいっぱいいっぱい。あ、やばい。あ、ハマったよ、青いところに。11枚入れ、あ、入んない。入ったら進む。あ、入った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 。2、あ、やった、なんかもらえるよ。ボーナスゲーム。あ、何もない、空っぽだったね。ボーナスゲームのやつだ。本当？やっぱりなくなっちゃった。あとはこれか。貴重だね。1000円が全然もこない。これ面白い。でも面白いね。入った。入った。1、やった。当たれ。ボーナスゲームに行けばまた増えるのかな。お、いった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 。あ、来たんじゃない？ボーナスゲームっぽい。これでお家変えられる。キャッチャーチャンスだって何言ってる。ここにあるマリオ。キャッチャーチャンス。やったやった、クレーンゲームになった。いきなり。多分どこでも取れるよ。ボールを3個以上取りましょうだって。見えないね、本当に。立った方が見えるかな。意味、立ってみようか。時間？あ、どんどんやればよかったのか。やばい、メダルが1000円分が。はい、1ゼロ。あと何枚？やばい、10枚ぐらい。11枚。ね、これ大事に大事に使おう。違うのそれ。これなんかめっちゃピカピカしてる。お、うまい。あとで取ろう。うん。あ、いっぱいあるよ。ちょっと増えた。ね、あと何枚。もうこれなくなった？あと4枚。やばいじゃん。あと1枚。ラスト1枚。来たよ、ナマズ。本当の最後の1枚だ。あの山っちだ。もうないよ。もうないから。
ちょっと落とさないで。でも面白かったね。グミペア。サンジーラおやつが甘い。